ベラグア公爵領の範囲。北海とあるのが、カリブ海、南海が、太平洋。ベラグア公爵の紋章ベラグア公爵領は、1537年に、スペイン国王カルロス一世によって、当時のスペイン領ベラグアの一部に設けられた、世襲領地。1502年に設けられた、スペイン領ベラグアは、現在のニカラグア、コスタリカ、パナマにまたがり、東園は、 ディオベレン川に至る植民地であった。1537年に最初にベラグア公爵に封じられた帝徳ルイスコロンデトレドはクリストバルコロンの孫で相続人であった。公爵寮の設置はスペイン王室とより多くの領地を御賞として求めたコロンブスの相続人たちの間で長く続けられた領地をめぐる紛争の帰結であった。ルイスコロンはベラグア公爵と共に ジャマイカ公爵にも除され、その後らベガ公爵にも除された。公爵領は1556年に王室に変換されたが、公爵位はその後もコロンブスの子孫たちによって代々継承され続けている。ベラグア公爵領は25レグア四方の正方形で、現在パナマ領になっている、カリブ海に注ぐリオベレン川の川口から西へ向かって広がっていた。 この辺りのパナマ地境は幅が25リーグもないので降爵領量は太平洋に至った。それまでこの一帯に置かれていたカスティーリア・デオロ地域はベラグア降爵領量の設定によって東西に分断され西側のニコヤ湾から降爵領量との境界までの領域は1540年に王領・ベラグアと統合されてヌエボカルタゴイ・コスタリカとなった。ベラグア降となった。 ルイスコロンは領域内の各地に軍隊を派遣して、自らの権威を領域の隅々にまで及ばそうと努めたが、そうした軍事的試みは、先住民諸部族の本拠地における抵抗や、厳しい地形や気候に阻まれて、ことごとく失敗に返した。この一連の戦闘の中で、公爵の弟フランシスココロンは、先住民の手にかかって落命した。1556年。 公爵クルイスコロンは、爵位をそのまま保持し、毎年1万7千ダカットを時代として受領することを条件に、領地をスペイン国王に返上することを決断する。スペイン国王は1898年まで、代々の公爵相続人に、約束の金額を支払い続け、ベラグア公爵位は、現在に至るまで存続している。2021年現在の当主は、 第19代ベラグア公爵クリストバルコロンであり、カソと同じ名前である。1560年、スペイン国王フェリペ2世は、王領パナマの一部となっていた、旧公爵領に、ベラグア州を設けた。この州の範囲は、現在のパナマ共和国、ベラグアス県とほぼ重なっている。歴代ベラグア公爵について、何代目かを数える場合は、実際に最初に、公爵位に封じられた。 ルイスコロンで、トレドの父で、最初に公爵くらいの確認を求めて、スペイン国王に訴えを起こした、ディエゴコロンを初代として数える場合が多いが、他の方法も混在ないし併用されることがあり、第何代という表現を用いる場合は、いずれによっているのかの判断に注意を要する。現在のベラグア公爵を、第19代とするのは、ディエゴを初代とする数え方によるものであり、 下の表もこの考え方によっている。ありがとうございます。